はい、ということでね、フェリー乗る感じなんですけど、いつから入れるんだろう、フェリー。あと30分ぐらいで出発でしょ。怪しい格好してる。このフェリーに乗るんですけどね。待って、ツイッターでも共有しとくか。これ電波とか大丈夫なのかな。配信してもいいよね、フェリーなんか。車有料駐車場に停めたんですけど、フェリーいつから乗っていいんだろう。6時10分発。いやね、ハギンちゃんのね配信見ながらぼーっとしてたんですけど、いつからこれフェリー乗れるか分かんなくて、乗船料は船内にお支払いくださいって書いてあって、これなんかよくわかんねえな、どこに行けばいいんだろう。とりあえず北木島っていうところまで行こうと思ってますね。泊まり現金って書いてあるけど、リボラさん、離島行きます。離島行きます。離島で神社探す、どこ行けばいいんだこれ。わかんないなこれ。とりあえずこれでここに最初のところで降りればいいのか。わからんな。いっぱい離島みたいなあるんだけど、何をどう行ったらどう行けるんかがわからん。とりあえず島、フェリー乗って島行こう。北木島っていうところに行こうと思ってるんですけど、その後は見て、とりあえず行ってみて考えようっていう感じかな。車では行かずに一応あれでは行くんですけど、定期旅客船っていうのが一番いろんなとこ行けるのか。ここのフェリーっていうのは白石島と北木島っていうとこしか行けなくて、わかんない。国名イベント盛り上げ会さん、おはよう。大仏様おはようございます。あなたかピンクさん、ありがとう。これもう乗ってもいいのかな。乗っちゃダメなのか。よく分かってない。初めて行くから俺も。
今船員がなんかしてる、紐みたいなのかけてる。いつから乗れんのこれ。なんか引っ張ってる紐みたいな。離した、あ、引っかかったのかみたいな。あ、釣り行こうとしてる人もいる。あ、ありがとうありがとう、ありがとうございます。もう あなたの方だったか。びっくりしちゃった今。今ちょっともう一人の方かと思ったらあれでしたね。いや、運転手、あ、なんかどっか行こうとしてる。え、どういうこと。まだ出発にはちょっと早いけど、ね、乗せてくれる準備するってことかな。あ、今停泊中だったから移動してんのか。乗れるよねこれ。なんかもう出てるんだけど。あ、こっちに移動して、こっちに移動して車乗せたりしていくってこと。一回さすがにあのフェリーはドライブモードじゃなくていいでしょ。ちなみに靴落としそうだから後ろのちゃんとしとこう。あ、こっちか。はい、磯田です、ありがとうございます。あ、あなたか、ありがとうありがとう。あ、なんかドキドキしてきた。船沈まないよね。エンダーならないよね。エンダーじゃないか。エンダーはなんだっけ。ここから乗るんだ。うわ、車が、車も乗ろうとしてる。車を置いていく。もう有料駐車場を止めた。救命胴衣とかこれ多分つけない、いや沈みそうになってからつけるんだよ多分。これもう乗れるんだ。これで来てください言うて。ダメなのか。いや、タバコも吸えるんだね。やばい。ここ座っとく。めっちゃ緊張してきた。あ、やばい、怖い。怖くなってきた。ありがとう。いや、乗船したけどちょっと怖くなってきた。大丈夫かな。もう怖い。本当に大丈夫。なんかキリンビールに座ればいいのかな。めっちゃ空き缶あるんだけど。あ、なんか怖い。ちょっと怖いんだけど。沈まない？ちょっと
ビビり散らかしてるんだけど、これいや、わかんないです。ちょっと怖くなってきたんだけど、え、なんか沈まないよ、大丈夫だよ。怖い。まだ出発してないから出発したら景色映すか。いや大丈夫だよね、あんまフェリーとか乗らないから。いやでも乗ったことないわけじゃないから、でも切符とかなかったし、お金どこで払う。え、なんか券売機あんの。券売機探すわ。いや、そんなんないんだけど。じゃあないんだけど、こうやってお金どこで払うんですかね。お金は後で回収できます。あ、本当ですか。はい、千円札とかでも大丈夫ですかね。あ、大丈夫です。あ、よかった。後で回収に来る言うてる。分からんて聞いた今。座ってよ。じゃあここ定位置。券売機とかなかった。小さいかもしんない。喫煙所みたいな、タバコも吸えるフェリー。びっくりした、フェリーってタバコ吸えるんだねって思って。え？でも結構でかいよ、多分。ちっちゃい？でかい？わかんない。あそこにあるのくらい。あそこにあるのくらいです。あれと同じぐらい。ちっちゃい。酔い止めとか持ってきてないんだ。めっちゃ鳥いる。あ、なんか緊張しすぎた。マスク外す。いや、わかんないけど結構乗れそうだったよ。5、6台は乗れそうだった。かかってる。おお、茹でるもん。さっき動いてたし。かかってるから。あ、あっちはかかってない。こっちはかかってる。6時10分です。怖いんだけど。
すぐか。あ、もうすぐだね。あと10分。行くんだろう、島って。後ろになるんだよね、多分。日焼けする。帽子かぶっとく。帽子っていうかあれ。フードかぶっとこう。ちゃんと日焼け止めクリーム塗ったんだけど、ね。これちょっと声ちっちゃいから。置けば声近い。そうでもない。なんかあと6分。もうフェリー乗船。こっちの方。これがいいな。したりなんだりしたら出発するでしょ。やばい、なんかめちゃくちゃ緊張してきた。いや帰れるよねこれね。超心配になってくるんだけど。充電しとくか。
だわりとかはないんだけど、暑いっす、ちょっと。でもちょっと雨とか降りそうだし、帽子かぶっとかないと、フードかぶっとかないとと思って、日焼けするのが嫌だからねマジで本当にね、日焼け防止がね、仕方ない。暑いのよこの服、フード付きのやつなんだけどさ、ちょっと暑いけど、まあしゃあないかなと思って、もう我慢するしかないでしょ。あんま日照りすぎたら、袖だけ取る、脱ぐ、上になんかかぶる感じにしとく、カッパ代わりみたいな。あ、なんかめっちゃ緊張してきた。大丈夫？あと3分。疲れるからこうやっとこう。いやドキドキするね、なんかね。あー、何か予想だって気にさびて。イルカとか飛ぶかな、横で。イルカとかいんのかな。フェリーだからね、大丈夫でしょう、あと1分。ちょっと待って、お金だけ出しとく、さっき財布持ってきたよね。ある。1000円だけど、いや、まあいいか、まあいいや、とりあえず。動くよ、10分。なんかエンジンいった、動いてる。何分ぐらいかかるんだろう。
しないでよ。しないよ。持ってないぐらいで涼しめだね。ぶつかってきたりないよ。あそこだ、魚じゃないの。魚？やばい、お金回収に来る。端っこにいたんで。100円でいいですよ。あ、大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。聞いてない。やばい。
ち悪くなってきた。遠く見たらいいのかな。
話やねん。びっくりした。危ねえよ、この船。ぶつかってくんのよ、マジで。殺すぞ、ほんと。やめてよ、マジで。あれ、テロじゃないよね。山上乗ってない？大丈夫？
びっくりした、めっちゃ近く。おー、10倍ありがとう。今フェリー乗ってるよ、青さん。モーターレースじゃないんだよ。まだ神社5個しか回ってない。だってもうどっか行ったよね、さっきの。やべえ車。ここから海に出るんだ。車じゃない、船が。よくあんのかな。忘れちゃって、いや端っこの方にいたから。あ、おやすなんか料金の回収忘れられそうになって、ちょ待ってって追いかけて、お金払ってない。ありがとう、ポンポン。
未開拓なとこはなそうだね。あっち瀬戸大橋見える。あれ瀬戸大橋だよ。だいぶ遠いけど、あれ瀬戸大橋。めっちゃ綺麗じゃない？朝焼け。あ、カモメが飛んでる。カモメ、カモメ見えないか。いや、わかんない。北木島ってあれですよ、なんか有名人の島じゃないの。またカモメ飛んでる。カモメなのか、わかんないけど。あれとか、あーそう、なんかわからんけど、誰かそんなやつだから。それね、北木島行ってくれみたいな言われたのよ、確か。これ島とかの神社も行くかって言ってたから、だからなんか行かなきゃ。誰が言ってたんだっけ、誰かタヌキだったかな、行ってほしいみたいなのあって、じゃあ行ってみるかって言うんで言ってたから、一応行こうかなと思って。マジそんだけ。なんか鳥だわ、浮いてるの。海に鳥が、鳥が、あれ、あれ、海に浮く鳥って何？カモメ？カモみたいに浮いてた。あれカモメ？いや、カモメじゃないか。なん？あ、ウミネコ？ニャーニャー鳴くやつ？島かな、どの島すぐ着くのかな。延長するから。
ルカはいない。いやなんか海とか行ったらなんかこの辺で海映してたぴょんぴょんイルカ飛んでるみたいなのあるじゃん。ないか。痛くない？映したくない？こうやってイルカ飛んでる言うてやりたい。クジラとか潮吹いてないから、ホエールウォッチングみたいな。クジラいない？でもクジラいたらやばいな。でもクジラが並走したらやばい。ぶつかってきたらどうするのって話だから。クジラとか来たらこの船一撃でしょ多分。でかい尻尾アタックで壊される。いないか、イルカも。違った、イルカかと思った。流木だった。ビュービューやってる。イルカ来るかなと思って。イルカ呼んでる。イルカ来ない。どうやったらイルカ来る。いるか。ありがとうございます。いや、いるか来ない。それじゃあ、クジラ来たらやばいでしょ。クジラに追っかけ回されるとか嫌よ本当に。アナウンス流れんのか。クジラが近くに現れました。うまくできないんだけど。いや、はい。風があるから、風が強い。いや、海風が強くて口笛あれだよ、難しい。
風がちょっとやんだのよ。ほら波もすごいでしょこれ、風が強くなるね。やつがいいでしょ。多分。なんやねん本当に。お前の頭が痛いもん。バカ。バカバカ。いるか。来ないかな。タバコ吸うか。できるでしょ。ちょっと来たもんだ。ちょっと定位置に戻ります。笛とかあったらいいね。トンボだ。おいトンボ。どうしたトンボ。なんでこんなとこいる。トンボ。えマジで。いやトンボトンボ。と海トンボ。来るかな。どうするのイルカちゃんっていう子が来たら。みんな名前イルカに変わってくよそれだったら。海の豚だから。
こそイルカ、イルカは海ぶたぶたさんだぶぶ、海にいるけど川のぶたぶぶ。あれフグって川ぶただったっけ。あれ川か、川ぶたは。あれフグって何イルカブエ。あ、だよね。なんで川の豚なんだろうね。あの島かな。もう気持ち悪いから最初で降りよう。モンティがお腹の中で沸騰してる。雲、あっちにも雲。いや、あの雲はなんかマンボウみたいだね。あの雲をマンボウ1号と名付けよう。あれマンボウでしょ、あれ。あの雲マンボウだね。え、マンボウっぽくなかった？もう一回見る。こう、あれ、あれ、あの雲、あの雲、あいつ、あいつ、今真ん中にいる雲。あれ、マンボウでしょ。ね。あ、確かに。うん。でしょ？俺もそうじゃないかと思ってた。あ、出なくなった。風が。口のところにね、風ガードみたいに手を置けば簡単に口笛を吹けることが分かった。わらわらわら。君と出会った奇跡。風ガードを作れば大丈夫だって気づいた。なあ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 、まだ港は見えないね。あの島かな。結構でかいな、あの島。ちっちゃい島、何なんだろう。あそこには伝説のなんかが住んでそう。
1000人いないかな、1000人。ね、1000人いそうじゃない。しんちゃんって、あ、しんちゃんは恋人か。誰これ。なんか変なサムネのやつからフォローされた。あそこには花水の恋人のしんちゃんが住んでるよ。あれしんちゃんの家。しんちゃんち。なんかそんなあったね、瀬戸の花嫁って。いや、いっぱいあるじゃん、この辺。水いっぱいある。それは新幹線乗れないよ。それはあそこから新幹線は乗れない。本当は乗れないから、間違いなく。絶対に乗れません。通ってないもん、新幹線。何そんな、もう生理、お腹痛いとか生理痛なの。あの島かな、この島っぽいね、なんか。俺これやったー、中出し放題だ、万歳。この島？すぐ着くのよ、多分。この島でしょ、多分。この島じゃないのか。この島っぽくない？なんか、1時間ぐらいでしょ、多分。違うんか。てかさ、タクシーあんのかな？バスとかはあるでしょ。なんかはあるでしょ、移動手段。いや、なんもなかったらやばくない？ねえ。なんもないってことはないでしょ、でも。とかで見たもん。
ああいう怪しい穴からブワッて出てくんのよ、なんか。え、あれ穴、あ、ほら、ついたね、これ。あそこでしょ、多分ね。え、ほら、ようこそ北岸まで落書きしてあるもん、あれ。降りるか、降りる準備しよう。これ着いたところでどこに行くの。ここでしょ。到着した。どうする？一回終わるか。